こんにちは、マダです。本日は低所得フリーランスから抜け出す方法、このテーマでお話をしていきます。で、よくフリーランスは自由だっていうふうに言われると思うんですけど、まあ、ただ実際の現状を見ていくと、フリーランスになっても、まあ、結構低単価で苦しんでいる人も実は多かったりします。まあ、なので、このチャンネル見ている方は、フリーランスの方とか、これから独立したい、個人で稼ぎたい方すごい多いと思うんですけど、まあ、せっかく会社辞めて独立したのに、会社員時代よりもしんどいみたいな。まあそれってめちゃくちゃしんどいじゃないですか。で、僕自身も、まあぶっちゃけ、新卒の時で手取りずっと12万で、その後独立した時、まあ最初の1年って、確か年収180万とか、まあそれぐらいあったんですね。まあなんかめちゃくちゃ低単価フリーランスをやっていたんですけど、まあ徐々に、行動していったり、いろいろ試行していくうちに、収入上げることができました。まあだから今回は、初心者向けですね、これから目指したい方、あとは今動き出している方向けに、大切な、6つのことですね、これをお話ししていきたいと思います。というわけで、じゃあいつも通りですね、ツイートですね、ご覧ください。で、フリーランス初心者に伝えたいこと。で、1つ目、目の前のお客さんに 120% コミットしよう。で、2つ目が法人化するだけで信頼度がアップする。で、3つ目が、名刺を持たないのは損です。僕は作った。で、4つ目が、値下げをしてもお客さんは喜ばないです。で、5つ目が、月10万の継続案件を探そう。心が安定する。で、一番最後、6個目が、節税なんて気にしなくていい。まずは稼ごうっていう、そんな感じですね。で、これちょっと順番に解説をしていこうと思います。で、これ6個なんで、なんか長くてだるいなってもしかしたら思ったかもしれないんですけど、全然飛ばしてしまうのは問題ないです。気になる場所だけ見ていただく。読書とかでもそうだと思うんですけど、ここ楽しそうだな、みたいな。そこだけ見る感じで OK なんですけど、ただちょっと一つだけお願いがあって、最初の一つ目ですね、お客さんにコミットしようっていう、そこが、最重要の場所なので、できたら最初の、一つ目は絶対見てほしいんですよね。という感じでもう一つ目、じゃあ早速やっていきますね。で、目の前のお客さんに 120% コミットしようって話なんですけど、正直もうフリーランスで、継続的に稼ぐとかってなった時に、もうこれが本当に全てだと思います。フリーランスだけじゃなくて、僕正直ビジネス全般に、置いて、そうだと思うんですね。YouTube とかも結局見てくださった方が 120% 満足したら、そしたら次を見てくれるじゃないですか。それと同じで、例えばこれをフリーランスに置き換えていくと、フリーランスのよくある悩みですね。として、フリーランスとして売上が安定しませんっていう、そういう悩みすごい多いです。じゃあその売上安定しないって辛いじゃないですか。じゃあ売上安定しない、理由ですね。で、ここでちょっと皆さんも考えてみてほしいんですけど、じゃあ安定って果たしてどうやって生まれますか？多分、これ見てる皆さんは、ある程度生活安定してると思うんですね。明日の食事に困ってるみたいな、そういう方は多分少ないじゃないですか。じゃあ、どうやったら安定するかってなったら、基本的には継続的に仕事があるっていう状態だったら、そしたら安定するじゃないですか。例えばアルバイトにせよ、給料低かったとしても、アルバイトをしていけば日本だったら普通に生きていきますし、会社員とかでも、会社が潰れて仕事がなくならない限りは、とりあえず仕事していけば食っていけるじゃないですか。じゃあ、ここで、フリーランスについてさらに考えていくと、じゃあ、フリーランスとして継続的に仕事がある人の特徴ですね。要するに仕事 していけば安定しますよね。だから継続的に仕事あれば、安定したフリーランスになれるわけじゃないですか。じゃあ、どうやったらその、継続的に仕事があるか。で、これもめちゃくちゃシンプルで、それが要するに相手の満足度なんですよね。目の前のお客さんですね。例えば僕もともとエンジニアだったので、サイト制作とかしてたんですけど、作ったサイトでお客さんが喜んだりとか、作ったサイトでお客さんが、例えば集客できたりとか、そういうのがあったら満足して、その後も、じゃあ継続的にお願いしますっていう、そういう風になるわけですね。だからこれが、すごい一番大切なことですね。で、さらに、この話っていうのをこう、見てる方に、腑に落ちるみたいな、そういう風に感じてほしいので、ちょっと一つ質問があります。で、それ何かっていうと、多分皆さん普段働いてますよね。ニートの方も一部いるかもしれないんですけど、過去に、ちょっと働いたことあると思うんですよ。で、その時のことを思い出してもらって、それで、自分が一緒に働きたいって思う人ってどんな感じですかね。例えば僕の場合だと、一緒に、ウェブ制作案件をしたいってなった時に、パッと思いつく友人が一人いるんですね。で、その友人は、じゃあスキル飛び抜けてるかっていうと、別にそんなことなくて、スキルはある程度高めなんですけど、全然普通レベルですね。じゃあなんでその人と僕が一緒に働きたいかっていうと、結論働いてて、すごい気持ちいいんですね。もちろん人としても尊敬できるし、気が利くしみたいな、こっちがやってほしいなとかちょっと思ったことを先回りして提案してくれるみたいな。こういう人ってたまにいたりするじゃないですか。だからこのポイントっていうのが、この気が利くっていうところですね。その仕事とか、人間関係全般だと思うんですけど、ビジネスって結局人がこう、繋がっていって回っていくわけじゃないですか。だからそこで気が利くってめちゃくちゃ重要なわけですね。じゃあこの気が利くスキルですよね。相手に気を利かせるスキル。媚びを売るわけではないんですけど、相手のその思考をこう考えてあげるというか、これってめちゃくちゃ重要じゃないですか。
じゃあ、さらに、もう一回進んで考えていきたいんですけど、じゃあ気が利くって果たしてどういうことみたいな。じゃあ気が利くに関して、まあ僕なりの考えっていうのを話すと、それは、相手の一歩先っていうのを予想して先回りできる人なんですね。まあだから、ウェブ制作とかでを例にすると、例えばその、まあ社長さんがいたとして、で、社長さんに、まあ僕はサイト納品するじゃないですか。で、その社長さんっていうのは納品してありがとうございますって言いますよね。で、その先に社長さんは何をするかっていうのを僕は一歩先をこう、予想するんですね。で、多分ほとんどの社長さんっていうのは、あ、サイト納品されただけじゃまだ終わりじゃないから、じゃあブログ書かないとなとか、あとはなんかメンテナンスどうしようかなみたいな、そういうのを考えるわけじゃないですか。で、そこについて、例えばメンテナンスのマニュアルとか、ブログの書き方のマニュアルみたいな、そういうのを事前に送ってあげるんですね。納品した後に送ってあげるみたいな。まあそういうことをすると、相手がまあすごい喜ぶわけですよ。まあ言ってもいないでやってくれたんで、あ、ありがとうみたいになるじゃないですか。で、ありがとうってなったと同時に、そこで何が起きるかっていうと、ちなみになんですけど、なんか更新のサポートとか、まあそういうのもお願いできるんですかねみたいな。まあそういうふうに聞かれたりするわけですね。で、これがまさにその継続案件というか、売り上げが安定するタイミングなんですね。相手をめちゃくちゃ満足させたら、そしたら相手は、もっとこの人と一緒に仕事したいっていう、まあ人間って普通にそういう心理で働くと思うので、まあそういうのが生まれるんですね。もちろん必ず 100% 生まれるかって言われたらそうじゃないんですけど、まあただ 120% こう満足させるじゃないですか。で、満足させてそこでは継続関係が生まれなかったとしても、でも後々関係性保っておいたり、そこでいい関係性作っておくと、その人が別のお客さん紹介してくれたりするんですね。まあだから結局これが、フリーランスの安定につながります。まあ、なので話まとめると、目の前のお客さんに 120% コミットしましょう。これがもうフリーランスの、まあ、真髄じゃないですけど、僕が本当最も一番大切にしていることです。YouTube においても本当にそれは意識しています。ブログにおいても意識しています。まあ、だからこれぜひ覚えておいてください。という感じで、じゃあ二つ目も進んでいきますね。で、ここからちょっとまあ息抜きというか、まあ肩の力抜きながら聞いていただきたいなっていう感じなんですけど、二つ目が、法人化するだけで信頼度アップするっていう話ですね。で、ここちょっと具体例をお見せしようと思って、こちらですね。で、A さん、B さんって方がいて、A さんは27歳で、フリーランスエンジニアですね。で、B さんは、まあ、フリーランスエンジニアなんですけど、会社の代表もしています。まあ、要するに、自分で株式会社作って一人で代表やってる感じですね。で、これ A さん、B さんって、まあ、スキル同じだったとして、まあ、年齢も一緒じゃないですか。で、そうなった時に、じゃあ、どっちが、しっかりしてそうに見えますか？で、これって、ほとんどの人間違いなく、同意すると思うんですけど、B さんの方がしっかりしてそうじゃないですか。まあ、株式会社代表みたいな。しかも27歳で、みたいな。すごいってなるじゃないですか。まあだからたったこれだけなんですよね。このちょっとすごいって思われる。まあすごいって思われるのが、要するにそれが信頼につながっていくんですけど、信頼につながると、単価とかっていうのは上げやすいわけですね。で、僕自身の話すると、25歳、6歳の時かな。その時に初めて株式会社作ったんですね。で、その時は友人と一緒に創業したんですけど、で、まあ26歳とか7歳とかだと、まあ正直いろんな場所にこう営業とか行ったりもしてたんですよ。なんかサイト作れますみたいな感じで、こう。当時、まあ一応名刺持ってたんで名刺、まあフリーランスみたいな感じで名刺渡したりしてて、まあただ全然まあ信頼されないし、なんかお前誰だよみたいな、まあそんな感じになるわけですね。まあただ法人を作って、それで名刺に取締役みたいなこう名前書いてあるじゃないですか。で、それを渡すと本当に相手の態度めちゃくちゃ変わるんで、あ、なんか肩書きでこんなに相手って変わるんだなみたいな、僕はそこですごい驚きました。まあだからこれ見てる皆さんも、まあ多分法人化してる方とかまだすごい少ないと思うんですね。で、いきなり法人化する必要はなくて、まあフリーランスとして月2、30万ぐらいですね、それぐらいの売り上げが立ってきたら、まあそしたらまあ法人化もまあ一つ方法なんじゃないかなと思います。で、あとまあこれもちょっと精神的な話というか、まあなんかまあ、気分的なものかもしれないんですけど、法人化すると結構やる気が上がるというか、こう、気が引き締まるというか、あともう法人化した瞬間自分は社長になれるわけなので、まあ、ちょっとこう、テンション上がるみたいな。まあ、そういう効果もあるので、まあ、現状収入ゼロじゃなくて、ある程度稼げてきた方は、一旦検討してみるのもすごいありだと思います。はい、続いて3つ目ですね。これが、名刺を作りましょうっていう話で、じゃあなんで名刺を作るかって言われたら、結論はそのマイナスにならないためなんですね。で、マイナスにならないってどういうことかっていう話なんですけど、例えば僕みたいな働き方をしている、まあ、いわゆる IT 業界とか、まあ、YouTuber とか、まあ、ブロガーみたいな、まあ、こういうなんか激ゆるで生きている人だったら、別になんか取引先の相手が名刺を持っていなくても、僕は全く気にしないです。あ、名刺持ってないんですね、みたいな。まあ、別に邪魔ですよね、みたいな。もらったとしても勝負に困るし、みたいな。まあ、僕はそんな感じで普段話すんですけど、まあ、ただ、その業界によってはいろんな風習もあるわけじゃないですか。で、特に、その、まあ、お堅い系の業界とかだと、なんかその歴史ある会社みたいな、まあ、そういう場所と、まあ、たまたま取引ができたっていう場合に、そこで名刺を持っていないと、相手の担当者に、まあ、嫌われるじゃないですけど、なんだこいつはみたいな、名刺も持ってないのかっていうふうに、まあ、そういうふうに思われる可能性があるわけですね。
で、そう思われたらめちゃくちゃ損じゃないですか。名刺なんてなんか今外注っていうかネットとかでこう作れば、どれぐらいですかね、多分2000円とか3000円ぐらいでなんか数百枚で作れると思うんですね。で、たったそれをけちっただけで、それで相手からの信頼を失ってしまう。これって最悪ですよね。だから僕は名刺を作りました。まあ今は持ってないんですけど、今持ってない理由はちょっと後から話すとして、じゃあ名刺どうやって使っていくか。まあ名刺作ったら、まあ配りたくなるじゃないですか。でも名刺作った後に配りまくる。僕はこれも NG だと思っていて、で、じゃあどっちですかみたいな。名刺作れって言ったらあなた配らないでっていうみたいな。わけわからないです。皆さんなってるじゃないですか。で、僕が思う名刺の使い方、これめちゃくちゃシンプルで、相手から渡されたら自分のも渡す。もうこれだけでいいと思います。で、なんでかっていうと、名刺渡す人っていうのは、まあ名刺渡すのが当たり前っていうふうに相手は思ってるわけじゃないですか。じゃあ相手に合わせるだけなんですね。もう川のこう流れに合わせるような感じ。もう諸行無常のこう、なんていうんですか、変化に逆らわないみたいな。まあそんな感じがいいと思います。じゃあ一方でなんですけど、僕は今名刺持ってないですね。まあ、あさったら昔作ったやつ出てくるかもしれないんですけど、まあ、多分実家にありますね。で、今は持ってないんですね。じゃあなんで持ってないかっていうと、まあ、僕の名刺ってどこにあるかっていうと、要するにブログ記事とか YouTube とか、あと Twitter なんですね。で、じゃあ、ブログ何本ぐらいあるかっていうと、多分1300記事ぐらい書きました。で、YouTube も多分800から900動画ぐらいありますね。で、あとツイートに関しては毎日10ツイートぐらいしているので、まあそれが僕の名刺代わりなんですね。まあだから、ホリエモンとかって名刺いらないとかって言うじゃないですか。ホリエモンも発信量とか半端ないじゃないですか。だからそれがもう名刺代わりになってるわけですね。でもなんかそういう、何も発信していない人がそれだけを、その言葉だけを鵜呑みにして、自分は名刺持たないみたいな、まあそういう、謎の信念を持ってしまうと、結構逆に損したりするので、まあ、だから普通に名刺を作りましょうと。で、作って使うタイミングいつかって言われたら、渡されたら渡すっていう、まあ、それだけですね。超シンプルという感じです。で、続いて4つ目ですね。これは、値付けの話なんですけど、まあもうここもちょっと結論から言ってしまうと、値下げするのやめましょうっていう話ですね。で、ここもちょっと具体例から解説しようと思うんですけど、ちょっとこちらご覧ください。で、A さん、B さんいて、両方ともまあ27歳ですね。で、まあ A さんがフリーランスエンジニアで、この A さんにウェブ制作の依頼をしたら、すごい格安の見積もりが来ましたと。で、制作費が5万円でした。で、一方で B さんの場合は、株式会社の代表、まあ一人の会社なんですけどね、代表です。で、この B さんというエンジニアにサイト制作の見積もりを取ったら15万っていう値付けでした。ってなった時に、じゃあ A さん B さんどっちが受注するかって言われたら、まあ結論は多分 B さんの方になると思うんですね。A さんって、まあちょっとなんか安すぎるし逆に怖いじゃないですか。まあもしかしたら本当に安ければいいって方は A さんに頼むかもしれないんですけど、まあただ安く受注してしまうと、それこそもう本当低単価フリーランスとしてこう消耗してしまう。まあだからこの動画見て皆さんは確実にそのしっかり値付けをして、しっかりそのある程度、まあ仮に高かったとしても受注できるフリーランス。ここを絶対目指した方が良くて、じゃあ、どうやったら受注できるか、どうやったら高く受注できるか、ここを考えていきたいんですけど、ここに関しては、一言で言うと正直結構難しいです。難しいんですけど、じゃあやるべきことですね。まあ今フリーランスの方だったらもうすぐに明日からでも実行。まあ明日いきなりは難しいかもしれないんですけど、まあ年内とか1ヶ月以内、2ヶ月以内ぐらいにはこう動いてみてほしいんですけど、それ何かっていうと、高単価で受注している人を分析したりとか、もしくは会いに行くっていう感じですね。で、僕自身も、やっぱり当時、初めてフリーランスとして独立した時はセブ島にいたんですけど、まあ今思うと結構その恵まれた環境だったなと思っていて、周りにまあフリーランスの先輩とか結構いたんですよ。あと同年代でフリーランスやってる友達とか。まあそういった感じで情報交換ができて、で、それで稼いでる先輩とかだと、あ、やっぱそうやって実績あったりとか、まあそうやって受注するとなんか高くなるんだみたいな、まあそういうのがなんとなくこう、まあ飲み会とかでなんかお話聞けたりみたいな、そういうのがあったんですね。だから、まあ、周りにフリーランスいないんだったら、今だったら SNS とかもあるので、まあ、だからそこを活用するっていう感じですね。まあ、ただ、すいません、ここで、ま、いきなりちょっと宣伝を挟むみたいな感じになっちゃうんですけど、一応来年から僕、積み上げサロンっていう新しいサロンを作ろうと思っていて、まあ、そこでは、なんかその、フリーランスとか、その、個人で稼ぎたいみたいな、そういった人のこう横のつながりを作れるサロンにしていきたいと思うので、まあ、そういった、ま、サロンを活用するのも一つの方法なのかなと思います。という感じですね。で、続いて5つ目話しますね。それが、月10万の継続案件を探しましょうっていう話。で、最初にちょっとこちらご覧ください。で、フリーランスによくある話ですね。で、1月、2月、3月、4月、5月の収入っていう風になってるんですけど、1月は20万稼げましたと。で、2月は40万。で、3月は12万でした。で、4月が18万。で、5月が60万。で、何の話だって感じかもしれないんですけど、まあ、収入が本当もジェットコースターみたいになってるじゃないですか。で、これって、正直よくある話なんですね。じゃあ皆さんに質問なんですけど、こういう収入のこの上限経験したいですかね？
で、多分皆さん多分したくないですよね。で、僕は昔こんな感じだったんですね。本当にもう、なんかめっちゃいい時は月80万ぐらい行ったのに、翌月なんか15万みたいな。もう全然そういうのあったんですよ。で、そうなると、まあ普通になんか嫌じゃないですか。うわ、来月本当に稼げるかなみたいな。まあそういう不安が常に付きまとうと。で、じゃあなんでこういう風になってしまうかっていうと、結局受注して納品するっていう感じで、その継続案件がなくなっちゃってるからなんですね。だから、継続案件とかっていうのを作っていく必要があるんですけど、その際に一番冒頭でお話したお客さんを満足させましょうっていう、それはもちろんそうなんですけど、プラスアルファで戦略もしっかり学んだ方がいいんですね。で、その戦略、要するにビジネスモデルとかビジネスの仕組みとかですね。じゃあそこをどうやって勉強していくかっていうと、それ結論が、企業のビジネスモデルを研究するっていうことですね。例えば僕の場合だと、ウェブ制作をこう稼いでいきたいみたいな思った時に、何をやったかっていうと、日本中にある中小企業のウェブ制作会社、それをすごいググったんですね。地域名とかいろいろ検索して、で、ちょっとイケてそうな会社っていうので、大体資料請求とかできるんですね。で、資料請求とか、もしくは資料請求なかったら、お問い合わせちょっと聞いてみるみたいな、っていう感じで、とにかくもう資料とか情報をいっぱい集めました。で、集めた結果、値段の相場ってこれぐらいなんだ、みたいな。あとは、売れてそうな会社って、もうまずお問い合わせした時の返信の文章が全然違うんですね。で、そのあたりを見た時に、あ、こういう風にやれば売れそうだみたいな、こういう風にやったら単価上がりそうだとか、こういう風にやって、あ、ここは継続関係につなげてるんだみたいな、そういうのがわかるんですね。だから、これは宿題なんですけど、ぜひやってみてください。自分で、資料請求とかしてみるんですね。で、資料請求自体全然無料にできると思うので、それでやって、っていう感じ。で、あとはもしくは、なんか稼いでる、同じ業界で稼いでる、先輩とか、SNS でそういう人がいるんだったら、お金払ってでもいいから話を聞きに行くとか、できればそういう、自分の先にいる人と、友達関係になれるともう一番最強なんですけど、いきなり友達になるの難しかったら、そしたら、何かしらこうきっかけで、できたら会いに行くといいんですよね。なんで会うといいかっていうと、やっぱりその、ネット上で話すこととか、ネット上で発信することっていうのは、全般向け、いろんな人向けに発信をしているので、個別の相談にはつながらないわけじゃないですか。僕の動画もそうですよね。一応その、聞いてくださる視聴者さんのターゲットを決めて僕は話しているつもりですけど、ただこの動画を見ている皆さんは人それぞれ違う、顔を持ってるし、違う年齢だしみたいな、違う洋服着てるしみたいな、違うスキルだしみたいな。でもそれでも僕はこう一様に発信しているわけですよね。そうじゃなくて、実際に対面で会って、ご飯行ったりして、そこで30分でも1時間でも話すみたいな。その30分1時間ってめちゃくちゃ価値が高いと思うんですね。だからそういったつながりを増やしていく。実際に聞きに行く。あとは企業を研究する。これめちゃくちゃ重要です。はい。という感じで、一番最後6個目ですね。これが、節税のパートですね。で、節税に関しても結論から言うと、そんな気にしなくて OK ですね。で、じゃあ何したらいいかっていうと、まずは、年収1000万ですね。ここを目指した方がいいと思います。で、なんでそれがいいかっていうと、結局、例えば、フリーランス年収が400万です、500万ですってなった時に、節税、もちろん、やってもいいんですけど、それやるよりも、もっとなんか、例えば、クライアントワークにこう、時間を割いたりとか、あと営業資料をブラッシュアップしたりみたいな、そういうことに時間割いた方が全然将来の年収って上がっていくんですね。だから年収1000万とかを超えたら、そしたら守りとしての節税っていうのを勉強していくのはいいんですけど、でも年収1000万超えてないうちに守りばっか固めていったら、それってなんか逆効果、自分のスピードを落としてしまってるというか、だから僕自身はフリーランスでマックス3000万稼いだことあるんですけど、その時は税金めちゃくちゃ持ってかれました。800万ぐらい持ってかれて、で、ちゃんと経費とかちゃんと計上してなくて、僕もなんか、お金結構、どんぶり勘定というか、なんて言うんですかね。そういう計算めんどくさいなと思っちゃうタイプなんですね。なんか適当にその税理士さんにお願いして確定申告したら、めっちゃその税金高くなっちゃって、で、それで、ほとんど貯金なくなっちゃってるみたいな、そんな感じだったんですけど、そこから真剣に、節税とかを考えるようにしました。ただ、これ見てる皆さんは、現状多分3000万とか2000万とか1000万とか、そんな稼いでないと思うんですね。で、一旦はそこを、突破する。で、突破した後に節税対策みたいな、そんな感じですね。はい。というわけで、以上が、6個の話でした。で、低所得フリーランスから抜け出す方法をまとめると、こちらの通り。目の前のお客さんに 120% コミットしましょう。で、2つ目が、法人化するだけで信頼がアップしますよ。で、3つ目が、名刺を持たないのは損です。僕は作りました。で、4つ目が、値下げをしてもお客さんは喜びません。で、5つ目が、月10万の継続関係を探しましょう。心が安定します。で、一番最後ですね、節税気にするよりも稼ぎましょう、攻めましょうっていう、そういう話でした。
という感じで、今回も、20分ぐらい過ぎちゃってると思うんで、終わりにしようと思うんですけど、最後に、独立のタイミングについてちょっとだけ話して、終わりにしようと思います。で、独立するってなったら、普通に不安とかいろいろあるじゃないですか。で、僕自身も、めちゃくちゃ不安あったんですね。で、不安あると思うんですけど、最終的にやっぱそこ、勢いで、会社を辞める。勢いでもう自分やってやるぜ、みたいな。もう会社辞めた、みたいな。そんな感じなんですね。で、なんで、それがいいかっていうと、結局、新しいことに挑戦する独立するってなった時に分からないこと多すぎるんですよ。例えば、税金、怖いじゃないですか。あと、保険も怖いですよね。あと、収入も怖いですよね。このまま稼げるのか、みたいな。で、それで、ある程度事前に勉強するのも大切かもしれないんですけど、でも、僕の場合は、ほぼ勉強せずに会社辞めたんですね。で、なんで辞めたかっていうと、一応起業に関する本とか、昔読んだりもしたんですけど、正直何書いてあるかよくわかんなかった。あんま理解できなかったんですね。で、もしかしたらこれ見てる皆さんも、起業するための本みたいな、そういうのを書店で読んでもいいんですけど、実際ああいうのって経営者とか独立を経験した後に読まないと、あんま腑に落ちないというか、あ、そうなんだ、みたいな。へえ、よくわかんねえな、みたいな。そんな感じで読み終えてしまって、あんま正直意味なかったんですね。で、じゃあどんな感じで辞めていったらいいかっていうと、独立のタイミングですね。で、僕の場合なんですけど、自分で月5万から10万くらい、それぐらいだったらギリギリ稼げそうだな、みたいな。そんな明確な見込みはなかったんですけど、当時一応サイト制作とかもできたし、あとブログで月1、2万とか少なかったんですけど、それぐらいの収入もあったし、みたいな。これならなんとかギリギリいけるかな、みたいな。月5万は、いけるっしょ、みたいな。月10万も、案件次第だけど、いけるかな、みたいな。それぐらいで辞めたんですね。よくある話で、収入ゼロでも、もう勢いで挑戦していいですか、やめていいですかって聞かれるんですけど、僕は基本的にお勧めしていなくて、やっぱ月5万、10万くらい稼げる見込みとか、現状稼げてるっていう、そういう状態じゃないと、結構メンタル的にしんどいと思います。で、その際に、もちろん貯金額も大切なんですけど、でも貯金めちゃくちゃ持っていて、でも稼ぐ力ゼロの人だったら、それやめていっても貯金どんどん減っていっちゃうだけじゃないですか。僕が思う大切なことっていうのは、貯金の金額っていうよりも、現状自分がどれぐらい稼ぐ力があるか、いや月5万稼げる力がある、それってめちゃくちゃ素晴らしいと思うんですね。だったら一つ勢いで辞めるのも選択肢だと思いますし、月10万ぐらいある程度稼げてるんだったら、僕だったらもうすぐ辞めないよっていう話しますね。特に年齢若い人、20代とかだったら、20代だったら正直収入ゼロでもう一回辞めちゃってもいいかなと思うんですけど、どうせ挑戦するんだったら早い方が絶対得なんですよ。だからそこは、メンタルとか自分のなんだ、考え方とか、あと気持ちとかを整理しながら考えてみてほしいんですけど、あくまで僕の場合は、5万、10万、それぐらいで、あとはもう勢いでこうですね。で、勢いで突き進みながら、やっていくうちに、税金とか保険とかってのは大体分かってきますし、ぶっちゃけそんな難しくないというか、近くの区役所とか、あとは税務署とかに電話すれば、大体親切に教えてくれるので、分かんなかったら、電話するか、区役所行く。それで OK です。はい、というわけで、今回これぐらいしようと思います。で、最後は、独立のタイミングについて話したんですけど、基本勢いでやめていいんですけど、ただ5から10万ぐらい稼げる、見込みとか、稼げる、雰囲気とかですかね。そのあたり掴んだら、やめていくみたいな、そんな感じです。というわけで、これで今日は終わりにしようと思います。で、僕のチャンネルではフリーランス向けの話とか、個人で稼ぐ。あとは、僕が引きこもり生活をしているので、引きこもり生活の、目指すためのテクニックとかですね、そのあたりを解説しています。で、もし参考になったら、チャンネル登録ですね、ぜひ、あと、コメントとかいいねも、いただけると、僕は毎日見てるので嬉しいですね。ただ、誹謗中傷とかなんか、冷たいコメントを見ると、心にぐさっとくるので、それはできればやめてくださいっていう感じですね。というわけで、以上となります。基本的に、ほぼ毎日更新してるので、またよろしくお願いします。